お待たせいたしました。皆様、大変お待たせいたしました。もうすでに皆さん始まっていますが、いや、始まってはいない。タイムストップが動いてから始まるといったところだが、放送は始まっている。しかし、RTA のレギュレーション的にはまだスタートは押していない。いや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 。150分か。こんなターンで1分使ってしまう。やっぱね、あるんだよね。RTA 難易度みたいなのがあって、その、ジュゲムカットみたいなのを覚えると、やっぱ RTA 奏者の中でも上積みみたいなところに行くんだけど、僕まだ入り立てみたいなところあるから、ちょっとそこのガバリは許してくれるか。他のところで全然稼ぐから、やめてくれるか。正々堂々と RTA に挑む男の背中みたいなの見てほしいのよ。マジで、大っ嫌いだから僕、バグで。バグでなんか知名度稼ぐみたいな嫌いなんだ僕。マラソン苦しそうな顔してその日下痢気味だけど頑張って走りますみたいな、そういうのがいいわけ。わかるかな。だからこそのこの苦労を共にした走り抜いた後のみんなとの分かち合う汗みたいなのがたまらないわけよ。今日はもう終わった後はみんなで乾杯だな。なるほどなるほどなるほど。まあ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 、これみんな技を見ててくれ。ヒラリマントよ、知ってたこの技。わざわざぐるぐる回らなくていいからな。上から越えてけよ。今日は皆様にもたっぷりと RTA 奏者の技を伝授していくんで、揺り戻していこう。まだね、まだまだまだ、これまだ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 、のこのこまだ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 、のこのことがね、全然遅い方だから。 RTA の武器みたいな欠点みたいなのがあるから、一回ここでさ、まず30秒でさ星取ってさ、やっべえ、頑張った頑張った頑張った、超頑張った、頑張ったけど、頑張りすぎ、こりゃ頑張ったか、頑張りすぎ、マジで。ワンチャン殺され、ワンチャン殺され、まあいいまあいいまあいい、30秒30秒30秒。ちょい頑張ったか、どっかで戻んないとな。最初のうちなら坂本をやり直すのもありだぞ。人生にやり直しなんてものは存在しないのさ。前へ前へ行くしかないんだよ。始まってしまった人生は途中でリセットとかできないわけ。どうあれ終わらせるしかないんだよね。 RTA という文字の中に人生という文字を絡めた私のトークをお聞きください。それをガバッた食材とさせていただく。やっべえ、ガバッた、待って、これ普通に負けてんじゃん。おい待って、落ちて、再走しろって、どっちの再走しろか分かんない。え、これゲームを再走しろって言うのか、ノコノコレースをもう一回やり直せって言ってるのか、今の僕には分からない。でもなんかクリアしたね。いけるいける、全然いける。ワープ使うわ、こんなやってられんわ。あ、ダメだ、防がれてる。うわ、卑怯だ、ノコノコ防いでるわ。ワープゾーン、あいつね、風上にも置けんな。まあまあまあね、のこのこ遅いんだよね、わかる。ご愛嬌なわけ、どうせここで待ってなきゃいけないわけ、亀ののろまを。さあ、そろそろ大砲か。お待たせしました、大砲 RTA が始まる。やはり RTA といったらこういうギミックを駆使してみんながあっと驚くためごろならぬ、あっと驚く短縮を見せていくのがRTA 奏者の花みたいなとこあるからな。結構頑張ってない今のところ。100枚コインしながらレースしないと。100枚コインなんて取ってしまっていたら君、 RTA は遅いぜ。100枚コインは70枚スターの中に100枚コインで取るスターは1枚も入ってないのさ。君、そこ分かってないと一生後手を踏むぞ。間違えた、俺毎回間違ってる気がすんな。ハネマリアじゃないと坂本さんクリアできないものがあるぞ。マジか。じゃ、ありがとう、マジで。攻略情報も随時募集していくぜ。羽じゃないと、あ、羽じゃないといけないやつあったな。サンキューサンキューサンキュー、重要な攻略情報だ。8枚の赤コインか。ゴー、情報もガンガン取り入れていくぜ。ここなんだっけ。うわ、分かった。え、8枚赤コインでしょ。それはね、順序取りが重要なんだよ。こいつぶっ倒すだろ。あとはもう早い早い。チャートとかない？チャートって何？チャート式で勉強してた僕、受験勉強。僕チャート式でやってた。黄色色、黄色のチャートでやってた。
チャートってなんだ。青チャートはね、ちょっと頭がついてなかったからできなかった。僕はね、黄色チャートを頑張った派だな。でも黄色チャートも難しかったから、結局白にした覚えがあるわ。で、白も難しかったと、まあ、全部難しいんだね。それ4枚だ。4枚、1枚どっかでミスってない僕。5枚、あれ、え、1枚ないぞ。1枚足りないよね。俺1枚足り、あ、上だ。しまったー、頑張ったか。どうする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 、届かないんだよな、あれ取らないと。うますぎる。 RTA 界の曲を出ました、技が出ました、技が。しかし1枚2分ペースに若干遅れが生じているのはやむを得ない。あ、8枚赤コイン取っちゃダメなのかもな。時間かかるんだな、8枚赤コイン。待った、キャンセルでショートカットして、オッケー、キャンセルショートカット、雪国かバシリと回答していく。ここはね、落ちたら終わりだぞ。でもな、 RTA 走者でこのスライダーで落ちるやつはいないか。さすがにここで落ちたら鼻つまみもんか。だが坂本、何を考えたか。一体ここは新チャートが、さすが RTA 界の極北、新チャートでスターまでゴーだ。お待たせしました皆さん、試技連発。ここでスターか。30秒、迷子の子ペンギン。ちょっと裏技を思い出した今。やっていいか、いや、やってる今ないか。また今度な。今日は余計なことはできないな、さすがにな。よし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 、優しく、おなごの手を握るかのように優しく、坂本。ペンギン落とさぬ決意。優しさが、優しさが熱いが、さあ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 、連れてまいりましたよ。おなごの手を握るかのような、羽毛の扱うかのように優しく。団長の思いで RTA から身を隠す、姿を消すしかないよね。もう仕方がないよね。やっぱ実力あるものしか生き残れないのが RTA 界ではあるから、すっごい団長な思いではあるが、今日150分クリアができなかったことがもしあろうとするならば、坂本おとなしく RTA 界からは身を消さんと必死の覚悟でやってまいりました。41年間 RTA にかけた思いも熱いがな。早すぎんかこいつ、こいつ、こいつも RTA みたいになってるぞ。僕に合わせて速くなっている。マリオカートみたいだ、こいつも速い。ただこの雑談をかましながらペンギンを超えられないと RTA 界の極北は名乗れないわけ。滑った8枚アガゴインか、やつが来る、来ました、やつが来るで、億万回やったこのステージ、今ぞ RTA を見ておけ。界隈を刮目するよ、この坂本のスーパー8枚コイン。一切の無駄がない、ガバなし、ラグなし、無駄なし。しかし思いはある。ゴー、早すぎる、武器をでかくしてや。いや申し訳ないが、コントローラーから手を離せないのが RTA 放送の宿命みたいなところがあって、もう大変申し訳ない、もう団長の思いで。残念ながら麦はそのサイズで我慢せざるを得ない。コントローラーからもう一辺たりとも離せないわけですから、大変申し訳ない。時間がないんだ、時間が。コントローラーと一体化して神にならなければ RTA 一瞬たりともなのよ。坂本、技が出るか、
技スペシャル出ません。ちょ、もう一回って頑張ってるってそれ。いや、どうしよう、こんなとこで頑張ってたら後半どうすんだよ。よっしゃ、ありがとう。18分、まあ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 。さあ次だ。え、何選んだ、どれ選んだ。雪だるまか、多分雪だるまか、雪だるまだな。ゴー、こいつ楽でいいわ。30秒で終わるのほんとありがたいわ。あーよしよしよし、あーよしよし、あー気持ち、あーいい、動かなくていい、コーヒー飲めるし、あーいい、はい、よしよし、オッケーオッケー、もうダメージなんか、ね、全然回復するから、早く話しかけて。センキュー。そして壁隠れスーパーキックのお出ましか、皆様お待ちかねのお楽しみステージが来ましたね。間違えた、これどこ行きた。ただニューチャートか、ここはここでいい、ニューチャートいいぞ、ニューチャート不安と行く、隠れ壁スーパー壁キック、お待たせだがゆっくりいいぞ。おいおいおい、わかりやすすぎんか、その矢印。ダブルジャンプ、そして3回ジャンプで入って、まだまだ、みんなまだまだ、拍手はまだだ、ここ落ちずに行けてこそよ。しかし坂本、あえてダッシュするか、アルティエ、やるしかない。いや、海ステージは嫌いだが食わず嫌いはしてられない、みんなのトラウマに。坂本、今日は行くしかないぞ、みんな許してほしい。僕も嫌いだ、ウツボステージ。でもね、もうね、あそこしかないわけよ、70枚のピースに入ってるわけ。えない、 RTA の技よ。海のステージの右上さ、そこのさ、隠しのところはさ、スター取れるっけ。そう、それ教えて、その後ろ側にあるやつ、スター取れる、あそこ、そこだけ知りたい。絶対知りたい、その技術取れる、ありがとう。え、サンキュー。だったらお前早いぞ、こんな海に漂ってるんだったらさ、マジ海なんて一生入らなくていいわ。ドゥドゥン、さあ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 、宝箱ゲームだが、坂本覚えてないぞ、覚えてないが、 RTA やるときはさ、みんなで一丸となったから。サンキュー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 、さあ行こう、さあ行こう、間に合うか、坂本 RTA 間に合いませんが、間に合いませんが、間に合わないが、ここでいい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 、ねえ RTA、 ちょ RTA で行く、ちょ RTA、 それ勘弁、頑張るの勘弁、マジ勘弁、マジ勘弁、マジマジ勘弁、本当にめんどくさいな、めんどくさすぎ、ちょ、めんどくさすぎ、苔で苔で滑る、だがそんな難しい難易度でも RTA です。いつものケツのクソスターみたいなの取ってっか、これでしょ、出てこい巨大ウツボ、だがここにいりゃいいのは知ってるぜ、オリジナルチャート発動、あれ、出た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 、チャート行きますよ、チャート行け、チャート行け、チャート行け、チャート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 、海底洞窟のお宝チャート、海底洞窟ったらお前どこにあるっけ、洞窟に無断船長、あ、そっかそっか、合ってるわ、あぶね、なんだこれ、知らんぞ、いや分からん、出た、え、ちょっと、た、正しい順番を欲しい、どうしよう、1、左回りだ、合ってんのか、まさかここ、あー分かった分かった分かった、もう何を言うな、みんなここはオリジナルチャートに行く、なるほどな、十字路な、
みんなの助力もあってか浮かんだ船の赤コイン出ました。え、なんかすごい面白いステージなんだよ。赤コインか、赤コインか、赤コインだ。8枚集めなければいけない。それってどうなんだろうな。ただこの貝の真珠みたいな赤コインに、やはり任天堂の秘めたる、なんだこれ、ちょ、それは面白いぞ。それは頑張るのを許してほしい。ビートマンマリオな。おっきゃ。さあ来た来た来た。マジか。世界記録出した後、一番の功労者は君に決まるのかもしれないぞ。ここ頑張っちゃダメだぞ。絶対頑張るな。8枚?5枚?あれ?6枚?7枚。え、つーことはどういうことよ。水中ステージ時間がかかるぞ。うわ、順番違うやん。頼むぜ RTA、 信じてんだから。岩の柱へ白飛びは面白いからやらして。多くは望まないから、もうそれは面白い。別にそれ以上時間かかるやつはやらないから、岩の柱はやらないと。ここに飛べんだろう。アルティエ、激しすぎる今日のアルティエ、早いって。吹き出す水をくぐれ。これだ、無理なはず。あれだ、透明にならなきゃダメだ。やめた。てかみんなさ、僕思い出したわ、スライダーのとこ行こう。そっちか。誰のせいにもできん、誰のせいにもできん、できんが、できんが時にはステージのせいにもしたい。そんなお年頃が41でござる。何かのせいにしなければ人が保てぬ。はえよーし、最速で出るスターか。もう一回来よっか。でもちょっとどうしとる、ダブルスターどうしとる、どうしとる、どっちのチャートで行く。キノコ、どうする。忙しいぞ、忙しい、わかんない、忙しいのわかんないから手前を取ろう。さっきより早く入ればいいんだね。さっきよりも早いぞ。それは取らないで奥を取ると。クッパ、確かなる実力があれば、確かなる実力があれば8枚アガコインを取ってクッパ倒すのが一番理にかなってると思う。しかし申し訳ないが、確かなる実力があるんだよね、僕に。ということはどういうことかわかる?確かな実力でいこう。分かってっから、僕、後ろに出んの。絶対取ろう。で、落ちたらもう、目も当てられんからな。それがさ、君らが今見ている実況者は、マジで41年間マリオばっかやってるから、もう手慣れたもんなわけ。投票を、投票の必要なし。皆の衆の投票の衆は後まで取っておこう。前頑張ってよな。ま、前はな。男子三日合わず知れ、刮目せえ。そんな感じの何かがあったはずだ。多分そんな感じの何かがあったはず。それを言いたいと思っていたが、RTA 中、下の動きは RTA にできない悲しみがあった。こっちは、チーズ、行ったんだ。はいはいはい、分かってますよ。さすがに男坂本、手の動きと下の動き両方マッハで起こすかはできない。ゆっくりでいいか。 RTA にアラジの話が出てしまったが、ゆっくりでいいか。落ち着こう。そっか、そっちか。走るな、走るな、走る、走るな、バカ。落ち着け、クリボーに追われるの。またかよし、アルティエ、こ、アルティエ、いや、キノコ取りたいな。ゆっくりでいいよ。だ、死ぬよりはマシなんだからさ。死ぬよりほんとマシ。え、なになに、赤コインのうち教えてくれ。赤コイン、赤コインの場所わからん。戻るんだっけ。最高、
戻って、え、わかんない、なんだこのシンプルに難しいステージは。ちょ、RTA 泣かせすぎる。1枚下、下、ちょっと待って、これ一番ダメなのさ、こうね、おじさん泣かせなんだよ。 RTA 通過無理なんだよ、認識できないわけよ。角度ずらしながら、カメラずらしながら、マリオずらしながらみたいなのがもう認識できないわけ。かなりおじさん泣かせのステージだ。知らなかっただけマシだと思ってくれ。十分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 、知らなければ十分。いやー、お待たせ、20枚でそのままクッパに行ける。だいぶ早いぞ。スターで即殺しよう。来ましたね、図体がでかいだけの。1回投げて爆弾に当てればそれで、はい、おしまいよ。もう終わりか。ここは RTA の技を見せてもらおうか。ありがとう。いや違うな、間違えたな、そこになかったな、やむなし。まあまあまあ近くなるからいいや。まあまあこれでいいよね。うん、安牌でいい、安牌で。いやーよかった、ちょっと濃厚だけどな。クリアでいいでしょう、スター15枚でクッパ1を倒す。次行こうか。あの割とマジでだいぶ早いと思う、怒りのバッターキング。風子に頼れないのが3ステージほど続く。そこはでもね、 RTA 奏者の腕でカバーすればいいだけ。邪魔、あっと技が、こういうの見せてっからな。技が出ますよ坂本の。ハコインの場所も今覚えてこう。これも余裕だろう。ただしな、後半のステージはね、ほんと時間使わせなのよ。倦怠期の彼女みたいな時間の使い方をさせてくる。最初はもう時間守ってデートの時間もすぐ来たのに、もう倦怠期になったのか途端に20分30分待たせるだろう、あれの感じなのよ。まあ、よく知らないから適当に言ってっけどさ、 RTA のことなら何でも聞いてくれよ。女性経験ないから何とも言えんけどさ、多分そんな感じなはず。漫画の知識で申し訳ないが、ただ RTA の腕は確かだろ。みんなありがとうな。ここがあればさらなるタイム短縮も望めたが、全くもって残念ではある。しかしこの力を見せるのが RTA の本懐であるとしたら、ないでしょそんなやつ。隣にさ、男はべらして RTA やってるやついる？そんないないでしょ。今までそんなマリオ64の RTA 奏者見たことある？隣にはべらしてるやついるはずがないんだよ。なぜならこんな戦いだから。男一本の腕だけで戦うのが RTA 奏者なんだから、いるはずがないんだよ。僕もやっぱそれ先達に見習わなきゃいけないよな。パワー RTA 奏者を目指している。マジで RTA 奏者のマインドを乱すコメントはご法度ですから、ご禁制よ。絶対ダメだからマジで。大体お前ペチャパイって単語あんまり人に向かって言うもんじゃないからな。お前恥を知れよ本当に。ゴー、次行こう。人の心がないやつが放つ単語であるよな。別称この上なし。 RTA の速度より速くバッサリとほしいよな、人として。これなんだっけ、ちょタイムをさせて、大砲で一取りか。 OK、 ここ短縮するね、1秒。そっちから取りたいが、確かだ、みんな見てくれ、これ RTA スプラッシュだから。やっべ、でもね、そこまだなんとかなるのか。保険をかけていたのがこうそうしたか。どっちかなんだよな、勇気を出してリスクを取ってでも目指すべきか、それとも保険を取って安牌な感じを目指すべきかみたいなのがあって、そこで今若干揺れてしまったのが、結果的に2秒のガバではあったが、結果良ければ RTA。 浮島行くか。浮島行けるね。
そんな早いと思わなかった。自分が怖いわ。え、こんな早いんだ。だって1枚2分以下のペースで来てるってことだろ。ってことさ、ミスってないんだな、僕。ノーミスで来てんだ。それ早いわ。大丈夫かなこれ。タスだと思われないかな。一応録画じゃないことは皆様に伝えておきたい。やだな、録画だと思われてたら。あ、やっべ、今もなんか録画を疑われないがためにわざとミスったみたいな、そこまで仕組んでる録画みたいな思えたら嫌だな。あまりに早すぎるが宿命ではあるけどな。ここはゆっくりと、しかし早く下が取りたかったんです皆さん。今びっくりしたでしょ。なんで落ちたって思ったでしょ。違う違う、下の赤コインの位置がすでに見えているのさ。見えないところに赤コインがあるの見えているの、そのくらいのステージ把握度と考えてほしい。まあ、RTS 奏者であればみたいなところはあったけどな。まあ、みんなには驚きのプレイだったかもしれないが、 RTS 界隈では今のは基本テクニックか。サンキューキノコ、記憶間違いでござった。赤コインはここか。あそこにキノコの隠し部屋みたいなのあった気がするんだよ。まあそういう知識は今日はあまり見せるべきじゃないな。それまた今度な。先に、分かってる分かってる。ここは RTA で行こう。知識マウントで気持ちよくなるのはまた今度。今は速度が重要だ。鳥かごへストーンってなんだ。鳥かごにストーン、鳥かごにストーンってことは風光を使ってさえが出ましたね。あそこの鳥かごに落ちりゃいいんだ多分。そうでしょ、そう、そういうことでしょ。ここのとこ鳥かごにストーンと入らないから、さっさと行っちゃいますか。ここ上から行くか。ここ頑張ったら目も当てられんからな。安全と時間って結局比例してるわけ。 RTA 鳥かごへストーン、なかなか難易度が高いな。 RTA 来た、ホールインワン。これさ、テレサのさ、知ってる？テレサのさ、プルルって言ってるやつあるじゃん。この音、この音わかるでしょ？これね、クッパのさ、ベッヘッヘッヘッみたいなやつを高速に再生しただけなの知ってる？君たち。何でも聞いて。RTA ってイコールゲーム博士みたいなとこあるから。知ってる？プッテッテッバ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 みたいなやつあるじゃん、死んだ時に。あれの声を高速再生したら、このテレサの声になるわけ。なんだっけ、このステージ。みんな知ってるんだ。 RTA 奏者が集まってるようだな今日の放送は。さすがだ、やはりやっぱ技術力が高い放送には集まってくるよな、レベルの高いプレイヤーたちが。今固唾を飲んで見守ってますから。坂本が今日世界記録を出すかどうかみたいなところあるから。あ、分かった、これさ、テレサ倒しまくるやつだ。覚えてた、これさ5匹かってことは親方の登場か。どうする、戻れってことか。マッシブが覚えてる、マッシブが。はい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 、こ正面玄関のこのバルコニーにいたの覚えてるもん僕。そこはねやっぱね RTA 奏者の知識を重んじてほしい。いけないじゃん、え、何これクソゲーじゃん、いけないじゃん、どういうこと。あ、うん、ちゃんと考えられてるな、さすがなら任天堂様様だ。ありがとう、感謝の気持ちを忘れちゃいけないな。テレサのメリーゴーランド、バッカお前、こっちだろ、読まして。テレサのメリーゴーランドは別館にあって、その下にディズニーもびっくりのアトラクションがあるとしたら君は乗りに行くか。こんなおどろおどろしい、しかも水気に霊は寄りますから、果たしてこんなお足元の悪い地下洞窟の先にテレサのメリーゴーランドのアトラクションがあったとしたら、君は果たしてディズニーレベルに並ぶか。だが僕は行くぞ、なぜなら RTA だから。でこいつはバカだから後ろを見せなければ攻撃してこないのよ。でここでもう湧いて即でいい、湧いて即でいい、メリーゴーランドから後回しでいい。はい、おしまい。
これが RTA メリーゴーランドだ。サンキュー。爆速はこっから。本棚化けの謎って何？思い出せ筋肉よ。本棚お化けの謎ってなんだ？ま、頭おかしいぞマジで。わかった。うん、僕すげえよ、なんか筋肉が覚えてる。一回見てて。合ってるし。うわ、なに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 、スタートボタン押しても止まんないや。いって、あ、うん、ありがとう、すっげえありがとう。この先に何がある？ RTA 世界記録まであと少しか。30枚取った段階で60分をはるかに切っていれば驚きの記録。8枚コインはどこか知らねえよ。そんな知るか。ピアノのとこにあったな8枚コイン系。無視してもいいかもしらん。確かって。あれか、下のフロアに4枚、上のフロアに4枚的な感じか。うわー、僕すごいなこれ。指なんだな覚えてるのは。考えなくていいかもしんない。本能の赴くままマリオを動かせば必然的にコントローラーがクリアまで導いてくれる。ないじゃん嘘つき。全然ない。あ、まさかこの先にあったはずだ。ないじゃん嘘つき。嘘しかつかねえ。うん、ある。気をつけろ。ああ、ああ、そんな、これさ、こういうことだ。で、取って戻って、取って戻って、ありがとう。降りちゃ、ここで降りちゃ発動は熱いかもな。え、うわ、ガバガバだマジで。で、2つ目は本棚だから3つ目か。いや、あった気がする。楽しい楽しい鎖ステージか。いいな、戻っていいな。僕ね、彼女ができたらね、プレゼントするブランドはドルチェ&ガッパーナって決めてるぐらい RTA 大好きだから。 RTA 用語に詳しいのもそのためなんだよね。大好きなわけよ。 RTA ジャパンとかよく見てるから任せて、何でも聞いてくれ。これどうする？いい、7枚目いい。気をつけろ、そこに落とし穴があるぞ。攻略上重要な情報も余さず言っていくからね。聞き逃しなきよう。今からマリオ60をやるやつは必見。どこにある？これも RTA か。30枚。うわー、1分、使える時間は1分か。30枚は取れたが、それがやりたいわけ。そう、それバルコニーでムーンライトに照らされながらマリオとボステレサがシーを決するみたいな女子バグモテのステージをやらない限りは終われない。バグモテでいきましょう。お待たせしました。ただこれ、こいつクリアするよりも上に登ろうが難しかったはず。しかしどうする。はい、上に出るんだよな。さあ、大ガバか大ロスか神か、二択だが、こりゃマジか、こりゃマジか、これ無理だぞ。大ジャンプ入って、大ジャンプ入って、坂本行くんだ。坂本間違ってる、間違ってるぞお前やってること。先輩方力を、一旦ここだ、一旦ここだ。はいはいで行こう。もうダメだ、先輩たち力をくれ。ゆっくりでいい、坂本ゆっくり。頑張れ坂本、頑張った、頑張りました。これは RTA です。
西部屋の OB だ。ダメだ、取ってねえや。ってことはそれが必要だっていうことで、皆様お待ちかね、こっから先透明スイッチを押さなければあと1枚が取れないということ。鍵をかけて、この時間も惜しい。3秒が惜しい。3秒が、ミップ2分はかけられない。ミップいいぞ、ミップいい。お前と旅するのはまた今度の機会にさせていただく。このまま砂漠直行でも悪くはないぞ、悪くはないが、でもやっぱさ、透明なスイッチは押しとかなきゃいかんと思う。水抜こう。ミップを連れてく。申し訳ないが RTA においてミップは5ハット。連れてくなんてことは孤独の戦いですから、また今度ということ。いや、わかるよ、ウサギを連れて旅する坂本が見たい気持ちはわかる。さあ外に行って、透明なところの8枚コインを取るか取らないかで戦技が必要だ。坂本の実力的にどうだ。折り紙付きだけど、オッケー、分かった、取ってこう。坂本これ勇気出すわ。みんなの願い届きました。じゃ一世一代とこれやるしかない。みんなの願いをここで形にしなければ RTA 奏者ならず。レッツゴー。4枚取りましたよ。ここは3ジャンプを2回か。うわー、難しい難しい難しい、あー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 難しい気がする。絶対嫌だこんなの。 RTA じゃなかったら無視してるぞ。こんなやこんなやこんなやだこんなやだ、これ無理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 、めっちゃむずい、めっちゃめっちゃむずい、めっちゃむずい、めっちゃむずい、めっちゃむずいからな、気をつけろみんな、めっちゃむずいから坂本なわけ。でもこれ分かった、これ分かんねえ、これ分かったかも分かってないかも分かんねえ。だもうとんでもない、一番逆側にいる存在なわけ、初心者ってのは。もう教える側なけ。てかさ、ここ無理じゃない。何何何何、どういうこと、ちょっと待って、姉ちゃんにやってもらうか。ここただな、東京いるからな姉ちゃんな、東京にいる姉ちゃん呼ぶわけにはいかんよな、そっちの方が時間かかるじゃん。120分では来れないが、おい、これまぐれだから絶対奇跡、奇跡がを保て、奇跡を保て坂本。大事な大事なスターを取ったか。時間はかかったが許されよ。まあバルコニーのあそこか、覚えてるわこの人。これ取って上に行けってさ。まあ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  RTA 奏者ですからね、知識あるか。早いんじゃないんですか先生。私も末席に加えていただけるでしょうか。これで RTA 奏者を名乗っていいか。早すぎる、あまりにもすごすぎるというコメントの喝采。これ期待の新人出ちまったな。